前に実写作品の話とかあったと思うんだけどさ、フェイトゼロならワンチャン、と考えて、いやセイバーとかアイリとか無理か、って自己完結してしまった。でもキリツグとかワンチャンいけるのでは、みたいな。舞台なら以前やっていたね。実写化とはちょっと違うけど。なんなら聖杯戦争システムで好きにやってほしい。ネトフリオリジナルドラマとか日テレ日曜ドラマとかで完全オリジナルやってもいいかもな。それか携帯捜査官とか龍剣道みたいな子供向け特撮にするのも面白そう。日朝聖杯戦争、ペルソナ的な平和な話になるか。ちょうど今やってたアンチヒーロー見てると長谷川博己さんならエミヤキリツグいけるかもって気になる。このドラマ劇版が梶浦さんだからダークな絵面のシーンだと片付き作品感がすごい。この不雪で流す血を人類最後の流血にしてみせる。人類は石器時代から何も進んじゃいない。ふざけるな、ふざけるな、バカ野郎。シロー、誰かを助けるとは誰かを助けないということなんだ。僕はね、正義の味方になりたかったんだ。一人称僕もそうだし、長谷川博己結構合うな。傷んだ赤色さんは斉藤由貴さんがベストになりそう。偏見。たわたわ。たわけ。国権使うこと峰と固有時制を使う切り継ぐの戦いは実写映えすると思う。個人的にはサムレムならいけそうで、時点でアスラウグがギリいけそうくらいかな。エミヤ切り継ぐ、長谷川博己、琴峰綺麗、小田切城、東坂時臣、浅野忠信、ウェイバー、神木隆之介、宇宙隆之介、菅田将暉、的岡里亜、高橋一生、ここまで思いついたんだが、ケイネス役が浮かばねえ。皆さんどうですこの配役。ほとんど特撮経験者か？顔出しでアクション必須な上に、それがリアルよりではなくケレン味のある画面映えするものとなれば必然的に特撮経験者になるんだろうね。サーバント役は神明解放、必殺技のシャウトもあるわけだし。ガス会社の男役にやたら大物の俳優使ってもらえたら感激。マルフォイの人とか、ケイネス先生役か、なぜかトム、フェルトンさんが頭に浮かんでしまった。板尾いつじさんが思い浮かんだ。ソラウが板尾の嫁役になってしまう。ソラウ、その発想はなかったわ。こう見るとゼロはマスターがおっさんばかりだからワンチャン実写いけそうってなる、ならない、な。マスターはワンチャンいけるけどサーバント側がねえて、制服王はあのが大必要だしな。なあに阿部寛がどうにかしてくれるさ。身長212センチ、130キロの筋肉ムチムチ大男、身長196センチ、70キロのガリガリのギョロ目、フルプレート ×3、中東風の黒ずくめ ×100、サーバントの実写化が厳しすぎる。王の軍勢も上乗せで。サーバントがネックになるなら、いっそサーバントでない片付き作品の方が実写向きと言えるかもね。それこそ空の境界とか魔法使いの夜みたいな。サバは全員幽霊みたいな CG にしてスタンドみたいな感じにすればいける。ただのジョジョだわ。サーバント側が無理なのでないですね。マフィアカジタ役のマフィアカジタもオリキャラで追加よろ。小林さんと扇さんの勇姿は実写で見てみたい気はする。ぶっちゃけて、日本の撮影技術は高いからやろうと思えば両作は普通にできるんだよ。ただ、業界が腐りきっていて演技力とかよりも、コネや癒着のことしか考えられない連中がバッコしてしまっているから、マジで悲しいよ。実写化に期待なんか寄せられるわけがなく、ヨシンバキャスティングがうまくいったとて、サーバントがコスプレ大会になること間違いないし、グダグダよろしくサーバントを戦国武将や新選組に絞った実写オリジナル聖杯戦争の方がまだ再現できそう。しかも戦闘シーンがしょぼくなるとそれこそ目も当てられない。マスター組の戦闘と明らかな差をつけなきゃならんし、リン、これがサーバントの戦い。白目、なんてことになりかねない。キャスターのセリフを坂井雅人さんの饒舌早口で聞きたいなぁと思ったことはある。見た目は、なんかこう、デスノのユークみたくつぶつぶのスーツ着てもらって CG 合成とかでどうにか。いっそ、サーバントが出ないゼロマスターたちの前日端的な話、とか、マスターもサーバントも出ない、しかし片付き設定はきちんと出る、聖杯をめぐる完全オリジナルの人間ドラマ、とかの方がやりやすそう。時計と腕の作法とかはちょっと面白そう。そういう意味では事件簿の方が向いてるのかね。実写ハリポタシリーズという事例もあるし、フェイト実写化、ホロー映画、人形劇、
サーバント同士の戦闘シーンも、日朝を見てると今の特撮技術ならアニメ並みの映像が撮れるとは思う。サーバントもそうだけど、地味にアイリさんも敵役が浮かばないな。マイヤさんはワンチャンいけるだろうけど、日本人だと正直あれだし、かといって海外の女優さんにはあんまり詳しくないので。サーバントは魔術存在なことと合わせて CG でギリギリ納得するとしても、アイリさんは役者に演じてもらいたいもんな。しかしアイリさんたくさんのシーンはどうしてもシュールになりそう。仮に実写化したとしたら、垣間含めたキャスター陣営周りの描写がめっちゃ鬼門すぎる、下手にリアルに寄せすぎるとグロいし、あの辺、アニメでもだいぶギリだったのに。フェイトってこれだけ長い間やってるコンテンツなのにまだ実写化の話ないよな、そろそろドラマ化でもやってみてもいいんじゃないの。DMA。あんまりアクションがなくて日本人役者でも違和感のない舞台の話ならあるいは。舞台はやってる。ゴロウ。しょぼい魔術とか見たいか？という、事件簿や FGO の舞台とかでいいでしょ。サーバントレベルのアクションって実写でできるのか。実写を見たいかって言われると別に、ハリウッドでやろう。メガネの白人のオタク少年が過去の英霊を呼び出すって感じに、ロスで大バトル。ウェイバーかな？舞台化までこぎつけただけでも上等だろ。運命構図は見たいかもしれない。六章の舞台は良かったよ。ハリウッドレベルで金をかけたらいい感じになるだろうけど。まあゼロの F15 乗っ取りとかバイクと戦車のカーチェイスとかなら見たいかも。バリバリ二次元な世界だから実写向いてないでしょ。よっぽど金かけない限り聖杯戦争の実写化は無理じゃないかな。ハリウッド版フェイト20にも参戦。コロンブスも出そう。そもそも需要がない。システムだけ残してオリジナル脚本でソニックに売り込もう。剣劇アクションとしてルロケンが成功したけど、ファンタジー系で日本の実写で一番クオリティ高いのってなんだろう？ハガレンとかジョジョとか進撃とか？ちょっと待てよ。この世すべての悪目。聖杯戦争だけ取り入れてあとは全部オリジナルストーリーでいいのでは？ディルムット役とか、総槍のアクションシーン半端なく負担だろうな。仮面ライダーアギトのトリニティフォームとかそのあたりが大変で出番が少なくなったとか聞くし。槍を2本同時に使うのは非現実的だからね。投げ槍だから複数持ってるんだけど。英霊剣豪を渦政で取るとかならワンチャン。ファンタジー要素強めの時代劇、と定義すればスタッフ次第ではそれなりのはできそう。時代劇として見るかフェイトとして見るかで評価が折れるイメージ。刀剣乱舞の実写映画、ヤスコニャン脚本の方、がいい感じだったので似たような雰囲気で英霊剣豪できそうじゃないか？と思ったり、原作二次元コンテンツの実写化なんて大体のものが向いてないと思ってる、改編とか。向いているのは人間関係をメインとしてる作品でバトルものとかはクオリティがきつい。サーバント抜きならハードボイルドなアクションものとしていけそうなんだが、そこまで行くとフェイトじゃねえなとなる。バーサーカー役は、飛んできた武器を難なく掴み取り続く二撃目を撃ち落とす、という難しいアクションが第一段階。そのあたりはまだ CG でいけるし、なんならバーサーカー自体をフル CG にしたってよい。問題は顔出ししてる他のサーバント。フル CG だと実写と並べた時に浮くし、かといって実写でやるのは難しいデザインだし、体格の問題もある。絶対にろくでもないものが出来上がるからやめておけ。実写化はこの世で最も必要のないものだ。デスノートは最初の実写のは好きだ。その後にあった TV ドラマ版は微妙ってなったからうまくいくかはかなり博打なのは否定しないけども、アニメだって予算と余裕ないとひどいのが仕上がるしケース、バイ、ケースだと思う。見た目ファンタジーな二次元キャラを実写化すること自体無理無理やねんて、相当なコスプレイヤーの写真でおーすごい原作再現。って言いたくなるのはあるけど、あれはいろいろ視覚効果を利用して静止画で作ってるからできるんであって、あらゆる角度から撮られる動画だとどうしたって二次元のケレン味が効かなくなる。肩付きの中じゃ R18G は免れないけど空の境界がギリッギリ。でも UFO のあの劇場版がある上でわざわざ実写化して何を見るのかというと、実写化するならそれこそマホヨが一番向いてるでしょ。派手な戦闘のほとんどが CG を使えばごまかしが効くし、それ以外は割と日常的な話だから比較的やりやすいとは思う。ゼロは日本のアニメというより洋画のノリに似てるなとよく思う。
皆さんは、実現可能かどうかはともかく、フェイトゼロは実写化に向いているかもしれない？についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いします。